3位だと思いますね。3位、はい。デラックスアラバマドン何位ですか。第1位です。おお、スペシャルマグロたたき丼何位ですか。スペシャルマグロたたき丼は第18位です。カードどうだった？完食したけど美味しかった？美味しかった？満足？よかった。完食しました。それでは皆さん、それでは皆さん祈りましょう。はい。何位だと思うカード？何位？4位。4位ね。予想は4位です。それでは聞いてみましょう。牛ハラミ定食何位ですか？牛ハラミ定食はない。牛ハラミ定食何位ですか？第7位です。あ、惜しい。惜しい7位だ。まあベスト10だと思うんですね。ね、惜しいな。そうか、7位か。まあ人気メニューってことだね。これここはさ、よくほら本物のテレビでやってるさ、多分何系何系何系とかがちょっとしづらいんだね。お刺身かまたお肉料理。あと実は写真なくて、まああんまりないか、入ってないかな。後ろにも実はなんとか定食って、そばとかもあるんで。納豆定食、そう、いろいろ本当あるんで、まあでもそっちはちょっとまだね、5位までだからないかなって。ちょっと写真ないとこはないかなと思うんだけどね。いやー、これほんとテレビの真似事でさ、 YouTube ってことで、あの初めてまあこの企画で、まあ、協力してもらってやってるんだけど、マジこれきついね。これきついね。やってみて分かったけどきついね、なんかね。あ、来ました、次来ましたよ。次はじゃあ何かな。あ、はい、シュウ君の頼んだ武蔵野麦豚のポークソテー定食。じゃあ向こうの方に行ってもらって、シュウ君一人で行ってもらって。これもね、またあの平田屋さんのお肉の武蔵野麦豚ね、ポーク。すごいな。エビはね、全部エビ、ほぼエビないけどね。じゃあ、翔くん、まず自分で一口食べてもらって。あ、これすいません。すいません、じゃあ、いただきます。どうすか？うまいよね。上なんだ。赤ネタの方が上なんだ。食いしん坊。最初完食でーす。シュウ君完食しましたー。どうですか、シュウ君。美味しかった。美味しかったです。でもお腹いっぱいそうだね。さっきから何食も食べてるからね。シュウ君当ててね。じゃあ何位だと思う？18位ですね。5位まで、5位まで。18位。16位。5位までね、名古屋。5位まで。5位まで。じゃあ行きましょう。シュウ君のあなた、武蔵麦豚のポークソテー定食お願いします。行きましょう。何位ですか？武蔵麦豚のポークソテーは県外になります。20位に入らなかった。でも人気がないわけじゃないんだよね。美味しいお肉だしね。はい、すいません。終点をあなた終点していただいたのね。お店に頼んで20位までしか取らなかったので、ね、大変で、そっからで全部さっき数えたらね、51種類ぐらいメニューがある中で今選んでるんで、まあしょうがないです、県外しょうがないです。でも美味しいんでね、ぜひね食べてみます。はい、じゃあそれ食べていただいて、次がもう届いてますんで、次は、カメラマンタッキーが、うちのタッキー和彦が頼んだノーマルなわがまま丼です。これは来るね。はい、じゃあちょっと俺そこ一人で座ってる。はい、これわがまま丼のノーマルなわがまま丼です。ノーマルなわがまま丼です。はい、ノーマルなわがまま丼です。店の看板メニューだからね。はい、当ててください。はい、わがまま丼。汁も何位だと思う？タッキー、これ4位かな。4位ね。はい、はい、じゃあとりあえず食べてください。それそうですね。醤油と。はい、タッティがこれは一人で食べます。タッティが一番、多分今日のメンツタッティが一番食べれるんで、一人で食べてもらわないと。この間後ろのテーブルでは皆さん盛り上がってます。じゃあまず一口お願いします。
タッチはうちの市場の店でもバイトしてたんで、そう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 、アナイスさんはね、来たことあるんだよ。あるある、うん、美味しいか。そう、美味しいのはもう知ってるんだよ。当時とちょっと麺が変わったね。あ、まあ、そうだね、だいぶ変わったね。あるのは、うん、だいぶ変わった、だいぶ変わった。じゃあ、はい、どうぞ、召し上がれ。どう？どれも減量してるんだよ。刺身が絶品です。そうだよね、相変わらずうまいっしょ。うまい。これはね、本当オープンの頃から昔からのメニューなんで、俺も何度も食べてる。うまいわ。うん、それなんかそれがスネフルモンも言ってみるかな。スネフルモンもね、エビの頭とかも入ってるね。こんなのまあね、まあ、やっぱ お刺身が強いお店ですもんね。うん、海の味っていうか、あの海鮮のやっぱり出汁というか、なんか出てくるエキスが。なるほどね。はい、ごめん。はい、そろそろタッチ食い終わりそうなんで。うまい？昔から食べてるのと変わらない。すごいうまいんだよ。あー、いくらうまいね。もうだんだんね、それで自分で食べてもう後ろ台が盛り上がってきます。飲み会になってます。マジまだ1位と2位しか当たってないので飲み会やってます。後ろ帰れんのかな、マジ本気でこれやってるか。うん、本気で帰れないけどね。つうか本気で返さないけどね。そういう風にお願いして、今日は社長にお願いしてやっていただいてるんで。これ抜きますよね。はいはい、じゃあ、完食。はい、完食しました。ありがとうございます。はい、じゃあタッチ何位ですか。これは何位だと思います。4位だと思います。4位だと思います。はい、はい、皆さん4位だってタッチ予想してますけど、どうですかね。うん、はい、あると思いますね。まあまあ、わがまま丼のお店だからね、ありえますよね。じゃあ、ね、聞いてみましょうか。皆さん祈ってください。はい、よろしいですか。はい、タッチの頼んだわがまま丼、お願いします。はい、何位ですか。わがまま丼は第4位です。おはい、じゃあタッキーに前カメラ渡します。はい、次が頼んだんでね、そのまま撮影しますよ。いや、これであの、あと2つ3位と思います。はい、じゃあ次はカズさん頼んだカツカレー届いてるんで、カツカレーです。はい、カツカレーです。うまそう。俺ね、ここのカレー本当オープンにした20年以上前からカレー大好きなんですよ。美味しいんすよ、ここ。おー、でかい。でかいっしょ。カロリーやばいね。今日カロリーは気にしないでください。帰れまてんのね。はい、じゃあ母さん、まず一口いいですか。はい、言ってください。一人で行けるなら一人で行っていただいても。一人では、一人ではいや、行っちゃいたいよ。おかが食えなくなったね。いいですか。はい、食べてみてください。端っこ、こいつが、こいつと、そう、ねえ、端から食べるって俺に言ったじゃん。今は忘れろ。いただきます。はい、うん、エビがいない。エビがいないやつか。はい、じゃあこれでそろそろカズさんが完食。完食です。で、あと、だから何、3位と5位ね。3位と5位、はい、何位だと思いますか、カレー。いや、1位って言いたいんですけど、3位ですかね。3位ね。でもうまかったでしょ。美味しかったです。いや、もうカズが全然違う。ありがとうございます。じゃあ、祈りましょう。お願いします。カツカレー、何位ですか。カツカレーは第16位です。でもすごい、16位なんだ。じゃあ続いてきました。続いて、何でしたっけこれ。漬け丼。なっちゃんが頼んだ。16位か、マジか。でもカ
カレーもマジうまいのよ。16位もすげえな。はい、さっきメニュー数えて51品、2品なんで、うん、全然すごい、全然すごいですよ。こんだけうん、でもうまいもんね、カツカレーね。じゃなっちゃん来ましたよ。いただきます。はい、じゃあまず一口漬けの、これ漬けの、これ漬けのはいつもね、なんか、いつでもマスクしたいけどいいよ。マヨがいつもね、頼むやつ、漬けの。だって漬けをもう使うな。ちょっとお金でかいの来ちゃったね。どうしよう。醤油さっき後ろに持ってちゃった。さあどうでしょうか。花石さんは初めてだって言うんで、いただきます。美味しいでしょ。もう絶対美味しいですよね。マジで本当ね、うまいんで。エビ汁もあるみたいですね。あ、今回はエビ汁なんだ。じゃあエビ汁もちょっと飲んでいただいて。はい、味噌汁は自分で全部頼んだし、自分で味噌汁は自分で飲むっていうルールになりました、途中から。もういいんだ。うん、おいしい。エビの味の香りがして、すごい濃いです。そうだよね。もうだって普通のお味噌汁と、さっきつみれ汁と、え、エビ汁でしょ今度は。あ、これはエビのつみれ汁、つみれ汁か。なるほどね。どう、熱い。カメラに向かって、カメラに向かって、ほらソウタ君カメラに向かって、おいしいって。かわいい、子供はかわいいね。はい、じゃあ完食したんで、はい、なっちゃん何位だと思いますか。5位で。5位でね。まあ狙いに行ってるからね。3位か5位なんでね。はい、じゃあこの漬け丼何位ですか。お願いします。漬け丼は第すごいなこれすげえな。これ絶対エビ好きな人絶対たまんねえわ。第5位です。5位。